寺島、辻井、やはり辻井に小野寺がついている。ニックメールに渡った、空いたところパスを通していたのは辻直人です。やはりピックを使ってうまく逆サイドの寺島選手をヘルプにするようなピックの動きをしてますよね。なるほど、ここでエバンス、ワンハンドダンクでチームを鼓舞します。中野さん、広島のオフェンスのヒールコバリエーションが豊富ですね。あ、ここで寺島が奪った、寺島が奪ってエバンスに通った、ファウルをもらってエンドワン。辻に渡ってスクリーン、この2面ゲームで右が空いていた、逆に振ってプラップジャンパー決まりました。中村さん、やはり広島リズムがいいですね。今村とダンカンで奪っていきました。ここは今村がステップを踏んでブロックは寺島、また走っているエヴァンス、ただ小野寺もいるがエヴァンス決まりました。ダンカンのスクリーン、このダンカンに渡す、今村がカットインプレーだ、ただし決まりました。中村さん、今村上手かったですね。あ、そうですね。こうフリッピンが渡辺ヒューに渡す、渡辺とアイザイア・マーフィーというところ、渡辺決めていきました。207センチの渡辺ヒュー、松脇、コーフリッピン、ダンカン、ここでダンカン横に振ってシュート、これがうまく決まりました。シュート落ちている、名誉がプッシュしていって、これが速いダンク、バードマンが飛びました、サンプレザホール。中村拓人がここで神沢、ニック名誉外に出してエヴァンス、スリーポイント決まりました。完全なワイドオープンでした。すぐ出してきましたね。出してきましたね。こういったベンチワークのところも面白い部分ですね。はい、まず琉球がクーリーを入れてきたところで広島はカイソットを入れました。松本から狙っていた中村拓人、シュート決まりました。ここでポストアップはニック名誉、正面に渡辺ヒュー、フェイクでかわしてポスハンド、松本からカルタマヨ、ここはミスマッチ、カルタマヨのシュート決まりました。ジョシュダンカンです、スリーポイント落ちてクーリーリバウンドで、このシュートがジャック・クーリーを一旦経由して小野寺、そのクーリーをちらっと見たのは小野寺です。ここでタックショットになったが、ジャック・クーリーがいた。いや、よく上に合わしましたね。合わしましたね。寺島下がって、このミスマッチのところ、ただ女子団官がフォローに来てエヴァンスに渡ってシュートが落ちて、自ら押し込んでいきました、ドウェイン・エヴァンス。はい、シュートチェックに行って今村決めていきました。これでもゲートします。はい、カイソットのスクリーンダイブしていって決めていきました。いや、早速いい合わせできましたね、はい、選手。広島の選手たちの間でお茶ブームが起きたという神沢です。さあ、その神沢がボールを奪って中村拓人、田代、ふわっと浮かせて渡辺ヒュー、エヴァンスの前でカール・タマヨ控えている、マーフィーが走り込んでいく、スリーポイントシュートです。あ、決めていきました。ショットクロックギリギリのところ決めたのはドイン・エヴァンス。球はスリーポイントよりもインサイドを意識して守っているので、はい、やはりあそこのスリーポイントシュートが大事になってきます。中が空いた、田代への合わせ、寺島自ら行ったがブロックは渡辺飛雄。先ほどからこの渡辺選手の高さが広島の脅威になってますね。脅威になってますね。ニック名誉スピードで抜いていこうというところでしたが、ここで中村拓人のカットインプレー。いや、よく合わせましたね。中村さん、今のようなプレーですか。リバウンドはエヴァンスです。そのままエヴァンス行きました。いや、そうで、ピックからいい形でインサイド合わせたんですけどね、はい、惜しいプレーでしたね。渡辺、手渡しはコーフリッピン、スピードに乗ってエンドアン。神沢、コーフリッピン奪った、忍者スティールから決めて、これで同点70対70。エヴァンスから前の松本、体に当てて外に出す、神沢横に動いてスリーポイント。